富岡町県民リポーターで富岡町地域おこし協力隊の細川です。今日は富岡町の玄関口である JR 富岡駅すぐ横にある富岡町観光案内所さんをご紹介します。富岡町観光案内所は JR 富岡駅の改札口を出て徒歩30分ほどのすぐ隣に位置しています。富岡町の観光案内はもちろん、富岡町や近隣市町村のお土産を買うこともできます。また富岡町の農家さんが育てた新鮮な野菜を買うこともできます。どれも産直価格なのでお買い得ですよ。普段はどういった方がお見えになりますか？JR 常磐線をご利用なさって富岡駅で乗降される方だったり、あと近くに復興住宅があるのでそちらにお住まいの町民の方がご利用なさってます。平日と土曜日は富岡町のお弁当屋さんのお弁当や富岡町出身のお店が作る豚丼も販売していますし、その場でドリップした美味しいコーヒーを飲みながら休憩することもできます。富岡町観光案内所のご紹介でした。富岡にお越しの際はぜひ皆さん立ち寄ってくださいね。